はいどうも。今日取り上げる説は、どっちかっていうと、思いっきり空想を広げてみた、っていう感じの説だよ。いや、いつもそんな感じでは。今回のは小説とか漫画のネタにすると、面白そうなやつ。ほうほう。大和朝廷がどうやってできたかという話なんだけど、関裕司さんっていう方の説だよ。学者さん？いわゆる学者さんではないみたいだけど、本はたくさん出してるようだよ。ふむ。ということで、まず、大和朝廷ができる、直前の状況だけど、御勘書などに書いてある通り、倭国大乱の状態だったと。それはいつ頃？2世紀後半。御勘書にも三国志にも書かれてるのね。うむうむ。そんで、この頃の大体の勢力だけど、こんな感じだったと。主な勢力がこんな感じなんだね。で、谷派って？田島と丹後と丹波の北の方を、合わせた呼び名らしい。ほうほう。で、この時代の鉄の湿度は、九州がぶっちぎりに多くて、あと、出雲や谷派、それから山陽地方で多いんだけど、意外に大和は少ないのね。巻き向くで鉄が少ないって、前にやった気がする。うむうむ、なんでそうなってるのかと。今回の説によると、九州が中心になって、出雲と吉備と協力して、東に鉄が流通しないよう、ブロックしてたからとのこと。邪魔してたのか。谷派は九州と手を結んでないの？谷派は、出雲と古墳の形式が違うので、特に手は結んでないと見られてるよ。ふむ。まあ、九州から離れてるしね。にもかかわらず、谷派で鉄が多いのは、日本海側で、独自の入手ルートを持ってたからなんだとか。まあ、日本海側なら、大陸へも行きやすいよね。うむうむ。じゃあ、近江と東海は弱々なの？不利ではあるけど、弱くはなかったようだよ。近江、滋賀県の守山市から、栗東市にかけて、伊勢遺跡ってあるんだけど。守山市ってどの辺？琵琶湖の南の先っちょのあたり。そのあたりに、伊勢遺跡ってあるんだけど。ここは、弥生時代後期の、国内最大級の大型建物群で有名だよ。初めて聞いたけど、そんな遺跡があったのね。邪馬台国説が出るほど、立派な遺跡だよ。だから近江も、この時期かなりの力を持ってたんじゃないかと。東海は？東海は、古墳の形式からすると、近江とつながりが強かったとのこと。どんな古墳？前方後方墳。前方後円墳じゃないのね。前方後方墳、前も後ろも四角形ってことだね。この、前方後方墳が近江で生まれて、東海地方へ広まっていったとのこと。まだ、前方後円墳が広まる前の話だね。うむうむ。となると、谷派は、近江東海チームと、手を結んでもおかしくないね。そうだね。どうもそのことが、大和朝廷成立へ向かう、トリガーになったみたい。もちろんあくまで、今回の説ではという話だけどね。ほうほう、どういう経緯かね。今回の説では、巻き向く遺跡の成立が、大和朝廷の成立だと考えられてるよ。もちろん当時は遺跡じゃなくて、現役だけど。巻き向くってどこだっけ？奈良盆地の南東の隅、桜井市。奈良盆地の南東の隅っこか。隅っこ暮らしか。え？いや、なんでもない。でね、巻き向く遺跡の特徴の一つとして、他の地域から持ち込まれた土器が多い。ってことがあるんだけど。どれくらい多いの？巻き向く遺跡で見つかってる土器の4分の1は、他の地域の土器だそうだよ。普通はどれくらいなの？普通は 5% 程度らしい。じゃあ平均よりはるかに多いね。で、巻き向くの土器の4分の1くらいは他地域のものだけど。じゃあどこから持ち込まれた土器が多いかというと、他地域の土器のうち、半分は東海地方の土器なんだよ。ということは、東海から人がいっぱい来たのね。うむうむ。しかも、奈良盆地の中では、東日本よりの位置にあるということで。確かに、近鉄大阪線で、伊勢湾の近くまで行けそうね。まあ当時は鉄道はないけど。やっぱり巻き向くの位置的にも、西側の勢力じゃなくて、東側の勢力が、巻き向くを作り始めたんじゃないかと。じゃあ東海が中心になって？いや、日本海側で鉄にも恵まれてた。谷派のある人物が計画した。と、今回の説では主張されてる。それはどなた？雨の日ぼこさん。なんか、武器みたいな名前だね。どういう人？日本書紀では、第11代水仁天皇の頃やってきた、白毛王子とされてるよ。ハンカチ王子みたいだね。いや全然違うでしょ。何しに来たの？日本に西王がいると聞いたので、日本に住むためにわざわざやってきたとのこと。新王とは天皇のこと？うむうむ、先代の、主人天皇のことらしい。でもその頃日本って、白毛と仲が悪かったのでは？うむうむ。まあその時代は、白毛っていう国自体なかったっていうのが現在の通説なんだけど。まだ新漢の時代か。うむうむ。
まあどっちにしても、仲が悪かっただろうから。日本に西洋がいるなんて言って、白木の王子様が来るのはおかしいと。そうだね。しかも、名前が日本の神様みたいな響きで、これもおかしいと。雨の日ぼこって、日本語だよね。で、弥生時代だけじゃなく、日本書紀が成立した奈良時代初めも、白木とは仲が悪かったんだから、その国の王子様に、日本の神様みたいな名前をつけるのはおかしいと。もっと変な名前で呼んでも良さそうだよね。だから雨の日ぼこさんというのは、単に日本と大陸を行ったり来たりしてた日本の有力者なんだ。というのが今回の説の主張。ほう。その雨の日ぼこさんが本拠地にした谷派だから、大陸から鉄も輸入しやすかったと。ふむ。で、この雨の日ぼこさんが計画して、近江と東海と協力して、大和に進出しようとしたと。そこで巻き向くが作られるのね。うむうむ。その時に、東海から大和に乗り込んできた有力者が、長須根彦さん。いや待って。時代が全然違うでしょ。長須根彦さんって、初代神武天皇が統制した時に、大和で待ち構えていた、神武天皇の仇役の人でしょ。うむうむ。うむうむじゃなくて、今、何世紀？三世紀。つまり、三世紀の日本で大和朝廷ができるわけだけど、その時の出来事の一部を、もっと過去のものとして書いたのが、神武統制。っていうのが、今回の説。つまり、一つの出来事を、いろいろな時代にバラバラに分けて、書いちゃったというわけ？うむうむ。ふむ。さらに驚くことに、長須根彦さん、イコール、大和武さん。ええー。っていうのが、今回の説。いろんな時代から大集合じゃん。っていうか、もともと一つだったものを、いろいろな時代に分けちゃったっていう説だから。でも、大和武さんって、東国を平定しに行くよね？なんで逆に東からやってくるの？大和武さんの伝説を見ると、西日本では卑怯な戦いをしてるんだけど、東日本では悲劇のヒーロー扱いなんだよね。ほう。その上伝説では、尾張の宮津姫と結婚してるので、実はもともと尾張の人だったんじゃないかと。そういえば愛知県の熱田神宮には、草薙の剣が祀られてるね。うむうむ。で、大和に乗り込んできた、尾張氏の有力者を、日本書紀を書くときに、長須根彦さんと、大和武さんに分けて書いちゃった、というわけ。なんか無理やり感があるな。大和武さんは、亡くなった後白鳥となって飛んでいくけど、長須根彦さんの長須根は、白鳥の長い足を暗示してるんだ、とのこと。ふうむ。まあ今回はそういう説だから、そういうこととして話を進めようか。これで、雨の日ぼこさんや、大和武さんが協力して、大和朝廷を作ってめでたしめでたし。うんにゃ、雨の日ぼこさんの計画は、もっと先まで考えてあるよ。どういうこと？この、大和連合の力を背景に、西日本連合の国を仲間に引き入れること。うまくいくかな？九州と出雲と吉備が手を組んでるんでしょ？強いよ。ところが、吉備と出雲は、大和連合の方へ乗り換えます。なぜだろう。まず吉備がなびいたんじゃないかな。なんで？九州と出雲が組んじゃうと、日本海側の方が栄えて、瀬戸内は錆びれそうだから。確かに、大陸に近いし、メインの交易路は日本海側になりそうだね。でも大和側につけば、機内まで物を運ぶには、瀬戸内海が便利なので、瀬戸内が発展しそう。そうだね。で、吉備から大和に乗り込んだのが、右林さん。ふむ、神武統制の時に、長須根彦さんと手を組んでた人ね。しかも、物の弟子の祖だよ。つまり、物の弟子は、吉備から来たというわけね。うむうむ。これは、機内での物の弟子の本拠地だった。河内の八尾市で、吉備の土器が大量に出土してることとか、朝廷では物の弟子の祭祀が取り入れられるんだけど、箸墓古墳とかで、吉備特有の特式台土器が用いられて、これがその後、埴輪になっていくこと。それで物の弟子は吉備から来たと。ふうむ。で、この右林さんこそが、崇神天皇なんじゃないかと。え、なんで？神武統制の時に、大和にいた中心人物が、右林さんだったので。やっぱり、大和朝廷ができた時期の、中心人物、イコール崇神天皇は、右林さんと同一人物、というわけ。つまりこれも、3世紀の崇神天皇を、ずっと過去の神武統制の登場人物として、書いちゃったというわけね。うむ、つまり、3世紀の崇神天皇も、複数の時代に分けられちゃったということ。まあそういうこととして、吉備が乗り換えちゃったのを見て、九州と出雲は？さすがにこれで、勢力バランスが崩れちゃったので、出雲も急いで大和側に参加。勝ち馬に乗ったのね。九州はどうするんだろ。ここで出てくるのが、神宮皇后と竹内の宿根さん。
おお、またすごい人が。確かに、神宮皇后が、九州平定に行く話はあるよね。いつ頃の人なの？第14代中愛天皇の皇后なので、だいぶ後の世代になるよ。でも今回の説では例によって、大和朝廷創生オールスターズと、同じ世代ということになってるのね。うむうむ。じゃあ、崇神天皇の皇后なの？そうでもなさそう。じゃあ神宮皇后の元になった、この時代の人物って何者？そこははっきり書かれてないけど、出雲の騎手らしい。神宮皇后の元になった人は、出雲関係の女性有力者か。で、この神宮皇后が、竹内の宿根さんと九州平定に向かうんだけど、日本書紀では、九州北部の有力者たちは、戦わずに帰順してるよ。勝てないと思ったのかな？それがね、大分県の日田盆地に、お座骨地原遺跡ってあるんだけど、そこで、大和と三人の土器が出てくるのね。ほう。でこれ、巻き向く遺跡と同時代のものなのね。ふむ。だから、大和勢力が、日田盆地を占領しちゃったんじゃないかと。ほうほう。しかも、ここを抑えられると、九州北部としては絶望的だったので、次々と帰順したんじゃないかと。それほど、戦略上重要な場所だったのね。江戸幕府も直轄領にしてるくらいなので、重要な場所だったんでしょ。でも、それで九州全部降伏したわけじゃないよね。うむ。この時、反大和の中心になったのが、大和軍の田村津姫だとのこと。日本書紀でも、神宮皇后に負けちゃう人ね。で、大和軍ってどのあたり？福岡県の久留米市高良山とか、宮間市戸山があるあたりらしい。そこも地形的に守りやすいのかな？うむうむ。でもいくらなんでも、地形だけでは大和連合に勝てないので、田村津姫は外交作戦も取るよ。それはどんな？中国の義に調降して、真偽は王と認めてもらったよ。え、それはつまり？つまりこの説では、田村津姫こそ卑弥呼さんと言いたいわけだよ。ついに出たな。まったく、オールスター大集合じゃないか。オールスター建国説とでも名付けようか。つまり卑弥呼さんは神宮皇后に敗れたと。そういう話になるね。まあ正確には、神宮皇后の元になった人物に、だけど。ほんと、小説とか漫画にしたら面白そうだね。もう一つ大事なことがあって。何？雨の日ぼこさん、イコール、竹内の宿根さん。なんでやねん。雨の日ぼこさんと、神宮皇后が辿ったルートがそっくりなので。これは、雨の日ぼこさんは、神宮皇后と行動を共にしてた、竹内の宿根さんに違いない、ということ。強引すぎる気がするけど。他にも色々細かい理由があるようだけど、長くなるので割愛。それでね、卑弥呼さんを倒してしまったんだけど、神宮皇后は不安を覚えるのね。なんで？真偽は王を倒しちゃったら、義が怒って攻めてくるんじゃないか。って。それは考えすぎでは。でも不安だったので、神宮皇后は、卑弥呼の宗主、豊と名乗って、義に使者を送るよ。おお、一族になりすまして後を継いだことにしたのか。うむうむ。ところが、これを知った大和の有力者たちは、あれ、なんであの人たち、義に使いを送っては王って認めてもらってんの？ひょっとして裏切った？って思うようになるよ。まあ、今みたいにズームで話し合うこともできないし、疑心暗鬼になるかもね。で、結局、大和連合は、神宮皇后と竹内の宿根さんを攻めることにするよ。なんてこった。ついでに出雲も攻められるよ。神宮皇后と関係が深いと見られてたのね。あとはこれを機に、交易の中心を、日本海側じゃなく、瀬戸内に持ってこようとした、義理勢力の考えもあるよ。ことのついでに出雲も弱らせとけってわけね。で、結局、神宮皇后は負けてしまって、南九州へ逃れるよ。ほう。南九州ということは、もしかして、この、南九州へ逃れたことが、ずっと過去に移されて、天孫降臨として書かれるよ。なんてこった。神宮皇后と竹内の宿根さんは、ここで終わってしまうのかね。それははっきりとは書かれてないけど、おそらくここで終わり。これで、大和連合としては、問題はすべて解決した感じ？ところが、日本書紀に書かれてる通り、崇神天皇の頃、疫病が流行るよ。コロちゃんか。一説によると、人口が半減したと。それはとんでもないな。で、これは大物主の神のたたりだと、日本書紀にも書かれてるよ。ふむ、出雲系の神様だね。で、大物主の神が、大和と乙姫も祖姫に乗り移って語ったことによると、我が子、大多田猫を探し出して、私を祀らせなさい。と。猫さん。そしてその通りにしたら、疫病は収まった。と、日本書紀には書いてあるんだけど、今回の説によるとこれは、
崇神天皇をはじめとする、大和連合の人々が、神宮皇后や竹内の宿根さんのたたりを恐れたということになるよ。ほう。じゃあ、大畑猫さんはどうなるの？それはもちろん、神宮皇后の息子さん、ということになる。あれ、いつの間に生まれてたの？日本書紀では、神宮皇后の遠征中に生まれたと書いてあるよ。それは、応神天皇だね。そうだね。日本書紀だと、神宮皇后も竹内の宿根さんも、一緒に大和まで帰ってくるんだけど。今回の説では、神宮皇后の息子さんだけで、大和に呼び寄せられることになるよ。神宮皇后のたたりを沈めてもらうためにね。っていうかね、お父さん誰？この説によると竹内の宿根さん。いや、それはまずいのでは。まああくまで、今回の説ではそういう話っていうことで。で、神宮皇后の息子さんは、大和に招かれて。それで、神宮皇后や竹内の宿根さんの、たたりを沈めるための祭祀王に擁立されるよ。つまり、崇神天皇に三林さんから、朝廷の中心たる立場を譲られるということで、神武統制になっちゃうね。うむうむ。つまり、この説では、応神天皇と神武天皇が、同一人物なんだよ。で、この神武応神天皇の自責の一部が、ずっと過去の話として書かれて、神武統制になるっていうわけ。応神天皇も九州から帰ってきて兄弟と戦うし、その動きが神武統制と似てるから、これは同一人物だったんだ、って発想したわけね。多分ねー。でも、そうすると、長曽根彦大和武さんは、神武応神天皇の即位に反対するよね。そうだね。それで排除されてしまって、東日本では、悲劇的な英雄として、伝承が残るんだろうね。ふーむ。そしてこれ以後、現在に至るまで、誰も天皇陛下を傷つけようとしないのは、日本が滅ぶんじゃないかっていう疫病を鎮めてしまったので、そのことで、天皇家の強大な霊的パワーが証明されたから。っていうのが今回の説。パンデミックが消えたのね。天皇陛下が即位される時の戦争の儀は、霊を継承する儀式だそうだね。そうだね。つまり、代々霊的な力が受け継がれてるってことだね。即位霊正殿の儀の時に、降ってた雨がいきなり止んで虹が出たり、台風が空気読んで進路変えたり、富士山がいきなり姿を現したり、きっと何かあるね。何かあるね。そうそう、あと前方後円墳の形も、今回の説で説明できるそうだよ。それはどういうこと？つまり、前方後円墳のあの独特の形は、各地の勢力が手を結んだ象徴だっていうこと。ふむ？大宮東海の前方後方墳、吉備の双方中円墳、その他各地の古墳の、形とか装飾を総合した結果、出来上がったのが前方後円墳。大和連合に加わった各地の古墳を、全部合体させた感じね。うむうむ、それを団結の象徴として、大和の勢力下にある地域に、同じ形の古墳を広めていったと。なるほど。今回紹介したのは、かなり大雑把な流れなので、細かい部分が気になる方は、関裕二さんの書籍に当たってみてください。ということで、私も霊力で虹出してみる。じゃ。っていうかあの子は判例でしょ。ま、いいけど。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。